もう切っちゃおうかな明日。無理だ。明日切っちゃおうかな。ダメだもう。巻きにも限界が。はあ。切るしかないか。いや伸ばしてたんですけど耐えきれなくなったダメだ。寒いよ。壁しょ？暖房入れると喉が乾燥するから入れない。ストーブもさっき新品のストーブ初めてつけたら煙たくなったからつけない。でやってきます。今日はね学校で AED をしてきました。AED してきて、なんか私が一番できてなかった私が一番できてなかった。なんか普通に疲れるから休憩しちゃって、どうしてもあダメだなっちゃって、なんかそうあんまりなんかそう普通にやってる人、ドンドンドンってやる、なんかみんながやってたように最初全速力出しすぎてもう手があダメだこれダメだもうこれこの人形を復活させる前にもう私の手がもう折れると思ってもうあもうこれダメってなって。手がもう死ぬほど痛くなりました。そうの命の前にちょっと私の手がもう死にかけてるというわけで、そうさすがにさ本当にそういう場面になったらささすがにさ全力を出し切れるんだけどさ、さすがにさ何人形と対面でやってるからさすがにさ自分の手をさ犠牲にしてまでさやるとさすがに公演に響くというわけで、はいやってきました。なんかアンパンマンマーチがどうとかこうとかみたいな、そうでもなんかさドラマで見てたやつだって感じだった。医療ドラマ好きだから、あこれなんかで見たって、これドラマで見たやつだってなった。
勉強になりました。じゃあ骨折れても押し続けるんだ。なんか聞いたことある気がする。それ何で聞いた情報なんだろう。ドラマ？肋骨？肋骨って呼ぶんだ。肋骨。それくらいじゃない、心臓まで届かない、そういうこと？ああ、骨で覆われてるからってこと？痛そうだね。あばらですよ。いろんな読み方があるんだね。実際にやったら服脱がせるのがハードル高い。確かに確かにね。なんか急になんか倒れてた方がさ、動き出してえっみたいになったらちょっと修羅場だもんね。それはちょっとびっくりだね。確かに修羅場。でもそんなに人がたくさんいるところだったらどうなんだろう。もうみんながすぐ気づくからね。どうなんだろう。この中にお医者様はおられませんかって大声で言う。そうだよね。なんかね、実際にやったらなんかあたふたしてなんかちょっとなんかやばいことしちゃいそうだから、ちょっととりあえず助けを呼びたいですね。通報119番。そうだね。なんかのドラマでさ、心臓マッサージだっけ、なんとかが遅れるとなんか死亡率が何パーセント上がるんだぞみたいなシーンがあって、ええー、ってなったの覚えてる。それじゃあ早くやった方がいいなってなったけどね。それが難しいんだろうなって感じですよね。自分がさ第一発見者とかだったらさ、できるのかなーって授業で思いました今
私のこの情報は今日の授業とドラマでしかないですけど、そうドラマで得たこと。あー怖いですね。いて人工呼吸、あなんかね今日の授業でね人工呼吸はなくなったんですよって言われた。なコロナの影響で人工呼吸はやめたんですみたいな言われた。しないらしい。人工呼吸。心臓マッサージに全力を、そういうことらしいです。大変ですよね。そう考えるとお医者さんって本当すごいですよね。AED も本来は医師のみがやるやつ。なるほどね。難しいですもんね。音声ガイドとかついてるけど。触ったことない、嫌な機械。なるほどね。でも置いてある場所を知っておくといいですってドラマが言ってました。ドラマが言ってました。はい。どこにあるんだろうね、近所に。どこにあるんだろうね。コンビニ？コンビニってあったっけ。いや、コンビニ？コンビニ？コンビニにあったっけ？スーパーはない。大体の商業施設にはあるよね。そうなんだ。駅。でも駅で必要になった場合はさ、どうなんだろう。駅ってさ、壮大壮大な大きさ。建物の中にあると深夜とか取りに行けない。確かに駅や学校、スーパーや体育施設、交番もあるのかな。交番、確かに交番ならね、24時間空いてる。
私も交番、なんか交番って懐かしいよね。なんか交番ってさ、交番じゃないや、警察のさパトカーみたいな、あれがさよくさ小学校に泊まってなかった皆さん、でそれなんでだったんだろうね、パトカーが。それで男の子がさ、パトカーだーみたいな言ってた。そう、パトカー、コメントが止まっている。あ、交通安全講習、それかな。あったわ、小学校の頃にさ、クラスで私だけ自転車が漕げなかったんですよ。で、あの自転車の交通安全講習だったから、どうするかってなって、そう、自転車の、あの安全な使い方みたいな、そみんなで漕ぎましょうみたいな、グラウンドでね、あの4列ぐらいリレーみたいな場所になってて、正しいやり方みたいな、そう、それで1人ずつみんな漕いでいって、あーやばい、漕げない漕げないって、漕げない漕げないってなって、どうしたんだっけ、どうしたんだっけ、その時どうしたんだっけ、いて、どうしたんだっけ、え、焦げなくて、ででどうなったの、強行突破かな、足で蹴って進んだ。ああ、押して歩いたのかな、ん、お父さん、お父さん、いや違うよな、あれ待って、どうだっけ、ん、その授業って保護者の方がなんかいろんな多分授業参観みたいな感じで見ててああやばいわって思ってて、それでお父さんが多分言ったんかな、なんか、いやこの子焦げないんですよみたいなそう、自分が焦ってる間に確かお父さんが言ってくれてたんじゃないかな、この子焦げないんですよそう、それで解決したのかな、どう解決したのか分かんないけどどう解決したんだろうね、いや待って、誰かが押してくれたのかな、本人はあのめちゃめちゃ焦ってましたよやばい焦げない、みんな声出る、やばいやばいやばい、私以外に焦げない人いないのかなみたいな、だからといって自転車焦げるって聞いて、いや焦げるに決まってるって言われるだろうなとか、あーこれ終わったわーってなってた。多分ね、誰かが押してくれたんだろうな、多分先生か誰かが押してくれたのかな、それはそれで恥ずかしいけどね結構、うん、どうなったんだっけ、
あれは多分人生の中で多分焦った瞬間ランキングトップ3ぐらいに入るけどね。そうね、学年同学年の人が合同でグラウンドに出て、保護者の人も多分たくさんいて、先生もなんか総出で、体育の先生と学年の先生とみたいな、みんなが漕いでいくのに、ああ漕げない漕げない、終わった終わった終わった、やばい警察官の人を見てる、やばいこれ終わったって思う。ゆりかちゃんが焦ることあるよ、これはもうだいぶ焦った。だってさ、保護者のいろんなさ、保護者の人がたくさんいてさ、先生もさ、あの全員いてさ、みんなは普通にこいでいくからさ、あーやばいやばいやばい。11月から自転車の法令厳しくなったから気をつけましょう。ああね、焦げないからまあ焦げないんだけどね焦げないんだけどね、焦げないけど、一応まあルールとかは調べておきますね。焦げないけど、じゃあ大丈夫じゃあ大丈夫です。自転車乗れなくても生きていける。ああ。そうね、確かにそうよ。あのさ、あんまりさ、なんか新潟県外にさ、自転車っていうものをさ注目してさ、歩いたことがないからわかんないんだけどさ、どうなんだろう、なんていうかさ、都会になればなるほど自転車がさ減る、どうなんだろうなんか人が多すぎてさ、自転車とかさ漕いだらさ大変なことになりそうだよね。大阪でも学生は自転車漕いでた。ああ、逆に増えるんだ。道路とかにさ人がたくさん いないの。自転車をさ漕げるほどの幅がさあるもんなのかな。新潟は雪の季節も自転車乗るの？どうだっけ、なんか焦げないから覚えてないけど、なんか今日からやめてくださいみたいに言われる気がしない？どうだっけ、新潟の皆さん。乗りますだって、大人は乗るのかな。滑って転びそうだけどね。乗るときは乗る。雪でも気合で乗ってた。ああ、結構みんなの気合で乗ってそう。気合で乗るもんなのね。割と乗ってる人いる。晴れてれば乗る。割と気合でみんな乗ってる。でもさ、雪が降っててさ、傘さしながら乗れる方だったらいいけどさ、ちょっとさ雪が頭に積もっていくのちょっと嫌だよね。なんか遭遇したことあるよ。
なんか雪が降ってて、それでも自転車で来た人がいて、校門の前で盛大に転んでて、その大丈夫大丈夫みたいに人が集まってきて、当本人が私結構その人のめっちゃ近くにいて、ほぼ隣ぐらいにいた人だったから、なんかその子がめっちゃ恥ずかしそうでちょっとかわいそうだった。だってなんか反射で見えないけどさ、道路がさ凍ってる時あるじゃん。多分そうだったんだと思うんだよね。多分これ凍ってただろうなみたいな。今日私も凍ってたし、ここと思って。11月から傘差し運転は罰則。そうなんだ。でも私が降ってる、雪が降ってて自転車を乗ってる人を見たのは去年なので、去年はいたですよね。凍ってると滑っても痛くない？凍ってると、なんか確かにまあ一瞬痛いだけで、そんな雪の上で転ぶより痛くないのかな。確かに。11月以前からダメなの？どっちだ？どっちだ？自転車乗れた試しがないからわからないな。でもさ、なんかさ、多分その子もさ、絶対校門のさ、目の前で転んでさ、絶対その瞬間はさ、恥ずかしいが勝ってるけどさ、漕いでいくうちに、行ったってなるよね。私もさ、雪でさ、盛大にこけた後さ、歩いてくうちにさ、なんかめっちゃ膝痛いんだけど、何これってなったらめっちゃ血が出てるとかさ。そうなのよね。一瞬めっちゃ恥ずかしいけど、数分後ぐらいになんかめっちゃ痛いってなる。めっちゃ痛い。血がダラダラ垂れてる。ってなる。だんだん痛みを感じてくる。本当にそう。リリカ様も転ぶんだ。転ぶよ。転ぶけど、人生じゃないや、割と大きくなってから転んだことはその1回だね。雪が降ってた時1回、雪が降ってるのにもう猛ダッシュしてて、やばいやばいやばいみたいな。もう雪降ってるのに猛ダッシュするなら、もうタクシーを使った方がいいと学びました。はい。もう諦めましょうっていうことを学びました。もうさ、やっぱりさ、こけるとさ、あー痛い、あー痛い、あー痛いってなるからさ、お風呂に入った時も、いった、なんでこんな痛いんってなるじゃん。だからさ、もう本当に究極終わってしまったら、雪道なのに走らないといけないのであれば、もうタクシーを使うべきだったんですね。それかバスとか。でもバスだとさ、バス停まで行くまでのさ、道のりでさ、
あのこけるかもしれないよね。そんなさ、そう、そんな間抜けな話はあるかと思うけど、バスに乗るまでの道のりでこけるかもしれない。切ないね。今日は寒いからなのか、すごい唇の色が薄くなってくるよ。いてててて、いててててて、てどこにも行けないよ。だって確かにどこにも行けない本当に。じゃあもうそういう場合はもう、あの冬は諦めるんですよ。家でゆっくりしましょう。仕事じゃない限り。雪の日バス進んでない、本当にそう。そうなのよ。そう、それで行きたいところがあって、集合時間みたいなあって、集合時間じゃないな、そんなかっちりではないけど、時間があってやばいみたいな。美容室とかもそうだけど、バスで行こうかなってなった時に、えって行って、バス停に着いて、バス停を見た時に本日運休ですみたいな書かれてあって、えーって、このバスでちょうど着くぐらいだったんだけどみたいななって、結局タクシーとかね、泣く、本当に泣く。そのバスのところまで歩いた時間もそうだし、雪道をかき分けた足の痛みもそうだしへこむよね。バス本日運休、雪のためみたいな、本当にない予定だよね、ない予定だよね。そうね、スマホでわかる。確かにね、スマホで調べるっていうところまで頭がいってなかったですね。今年は大雪らしい。なんかもう毎年大雪だよね。ああ、11月で寒くて、このトークが弾む時期になってきましたね。バスなかなか来ない、わかる。雪が降ってる時にさ、寒くてさ、バス停のさところにいたらさ、え、これさ10分来てないけど大丈夫？あれ、これ私間違えてるんじゃない？1時間とか思う時あるけど、雪の影響で、あ、よかったってなる。私的な大雪、大雪どれぐらいからなんだろうね。でもさ、あの大雪って言ってもさ、あの私はさ定規ではなく人間だからさ、あの足をさ雪に踏み入れたぐらいじゃさ、あー昨日より2センチ増えたとかわからないわけじゃん。だから正直よくわかんないよね。あれ今日昨日より3センチ増えたとかさ、歩いてる側と してみたらさ、なんかそこまでちょっとよくわかんないよね。もう長靴より深いとか、あ、それはやだ。長靴でもさ、長靴より超えてきたらさ雪が入っちゃうからさ、
わかる、靴下やられる、わかる。学校もなんかさ、ちょっと外に出れるところみたいなあるじゃん、あそこに生徒の靴下が大量に干されてあって、冬怖い。なんかもはやちょっと怖いよね、靴下干されすぎてて。ちょっと怖い。学校のさ、部屋の窓側のところとかにもさ、靴下がずらーって、シュールすぎる。え、これやってたの私だけか分かんないんだけどさ、学校のさ、ストーブじゃないんだけど、ストーブみたいな、火ではないようなさ、ストーブあるじゃん、でっかい、なんか学校用みたいなでっかいストーブあって、そこにあの靴を置いておくと、次靴を履いた時にめっちゃ靴があったかいっていう。温風ヒーターっていうの、そう、そうしておくと靴があったかいから、そこで着替える人が取り合いになってます。やっぱみんなそうだよね、懐かしい光景ですよね。オイルヒーター、ヒーターにもいろいろ種類があるんですね。私が今初めてつけたらびっくりする匂いがした。このこれは何なんだろうな。びっくりした。もうびっくりするぐらい煙の匂いがして、何ってなった。なんかね、普通のヒーターの大きさじゃなくて、何これ、これぐらい、なんか人の顔より一回り大きいぐらいの感じ。何のヒーターだろう。灯油を、なんかね、コンセントにつないでる。コンセントにつないでるのは電気？電気じゃん、電気ストーブじゃん、電気じゃね。セラミックヒーター、灯油入れてない。ファンヒーター、寒すぎる。もう歌おうかな寒いし、今日はなんか歌うか。何歌う？とっておき、どうしようかな、何歌う？冬曲といえばポンコツかな。あ、やばいやばいやばい、あ、やばい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 、よしよしよし、
やすだです。寒すぎ。ごめんなさい。うんうん。めちゃめちゃずれてたりしましたか？そんなことはないということを願っているんですが。そんなことない。そんなことはない。
はい、ギリギリセーフぐらいですよね、多分私の予想。はい、じゃあ NGT の冬曲ってあと何がある？あとでって冬曲？人肌恋しくなる季節的な？いやそんなことないよな。あとでって冬？でもめっちゃダウン着てるよね。じゃああとでかな。あ、ちょ、あとで。え、ない？もしかしてない感じ？ないわ、あとで。なんでないの？あとで。え？ないな。大人になる前にってさ、なんかつぐみさんがマフラーつけてた記憶ある。あれ嘘？嘘かも。合ってる？どうでしたっけ？でもなんかみんな私の後でたくさん聞きすぎてる。もう私の後ではお腹いっぱいですか？じゃあ義子伝あんのかな。確かにめっちゃ喉が。あ、みどもり、みどもりマフラーじゃない？まあ、いっか。喉がちょっと変ですが、あ、ギコ伝ある。ギコ伝歌いたくなってきた。歌えるかな。冬の重たい空気を
らいいい曲いい曲だわ。でもなんかそう考えると NCT ってなんかさ冬曲多くないNCT の冬曲歌おうと思ったらなんかほぼ全部冬な気がしてならないんだけど、いろんな曲マフラーしてるんだけどさ、あれおうさんって冬かな。下のなぬくもりが心に伝わるまで。冬か。いざ進め振り向くことなく。あとなんだ NGT の。オーサムするか。ローラリーレリローラー。待って、でも歌えないところあると思うからさ、それはごめん。でもさ、あそこは歌いたいよね。ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、ローラリレリローラ。完全燃焼さ、みんなでおさみ
ゲシュタルト崩壊を起こしました。はい。うん。そう。あと何？なんだろうな。君はどこにいる。なんか冬曲歌おうとしたら全部歌っちゃいそうで怖い。違いました、日暮らし完全に夏でした。うん、はい、夏でした。うん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 、なんか締まりのいい曲皆さんに、もう一回このいい曲を聴いてほしいという。気持ちです。はい、
ました。とても締まりがいい。おし、はい。うんうん、じゃあ壇上を読もうかな。いきます。13位、あつよしさん。12位、やす太郎さん。11位、ましおさん。10位、くりきんとんちおかんさん。9位、ゆうたさん。8位、いかっちさん。7位、つばさほしいさん。6位、とっぱきゅうさん。5位、ベロさん。4位、よったさん。3位、かんくろうさん。2位、りえちゃんずさん。1位、さっと大塚むおんさん。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。それでは皆さんも、たくさん歌って過ごしてください。おやすみ。